はいどうもトカン鉄線個人チャンネルおまんじゅうへようこそ。先日報道がありました通り、報道じゃねえや自分で言ったんだわ、発表した通り、私はですね峯岸みなみさんと入籍いたしました。ありがとうございます。ということでね、写真とか動画とかちゃんと準備してんなって感じのものをね、皆さん見てもらったと思うんですけども、それがねどんな風にやってたのかっていうのを今回メイキング撮りたいなと思いまして、カメラを回していきたいと思います。今日は写真撮影ということでね、今まだ6月で、皆さんがねこれを知っている8月の真ん中あたりにはね、僕は一体どういう気持ちになってるかわからないんですけど、慣れない中頑張っていきたいと思います。あ、ええじゃない、失礼しますうわ、お邪魔します。永遠のスペシャルゲスト峯岸みなみです、はい、おまんじゅうチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして。すごい。そしてお世話になっております峯岸みなみです。よろしくお願いします。お願いします。もうついに初めてこうやって喋ってるところがね出ました。発表動画って、私たち結婚することになりましたみたいなあると思うんですけど、ちょっとあえて避けたいなっていう気持ちがね出ちゃいまして、はい、まず一番は動画で発表したいんだと、ドラマみたいな感じでやりたいんだっていう話をして、それをね OK と言ってくださいまして、で写真は写真でね、そう、なんかこういう世界観のやつやりたいみたいなね、はい、写真はほぼ私の要望を詰め込んで OK いただきまして、はい、だから写真担当動画担当みたいな感じで準備を進めておりました。はい、まずは写真頑張っていこうということで頑張っていきましょう。はい、着いたばっかりですけどね、うん、本当にどんなものができるか楽しみです。そうですね、目指せ100万いいね。すごい量のお花すごい、なんか運ぶのありますか？なんかよくわかんないから。猫歩いてたよ。この奥にしましょう。下に捕まえて、捕まえてこよう。落ちないでください。一応インナーがこれで、はい。はい。あ、待って、ちょっとパンツ持ってきます。パンツ履いてないの？そうなんですよ。おぼっちゃま仕様だって。ちょっとおぼっちゃま仕様だからさ、これを。おー、すごい。オレンジにオレンジ、めっちゃ王子様みたいな。オレンジベスト初かも。どう？わー、すごい。どう？あー、鏡ある。見たことある。見たことある。ダーラの徹夜だ。これまさにだね。ほう。かっこいい。かっこいい。すごい、なにこれ。セクシーゾーンみたい。すごくそうでしょ、いい表現。見ちゃった、断捨離動画面白い。こういうスケスケとかね、大体のお願いをするとこの形になって書いてある。すごい。生まれて初めて食事制限、見た目のために。今まで何かの撮影で見た目こだわったことなかったんですけど、初めて昨日、一昨日ぐらい飯我慢しました。かわいいな。ジャケット一回脱いでもいいよ。一回脱いでいいですか？暑いよね。やっぱオレンジが似合うんだよな。あ、でもこっちかな、まあ、ここの周りが青いし、やはりオレンジ、やはりオレンジで。この日のためにネイルチップを作ってもらいました。水色とオレンジをテーマに。かわいい。こんな感じ。うん、そうね。てちゃん、お手すきのタイミングで全然車の。あ、手伝いますか？あ、違う、手伝ってくれます。手伝いますか？急にこのお手すきのタイミングで。アイラインお願いします。ヘアをとかそういう話。一番任せちゃいけないとこ任せようとして新鮮ですね。なんか決して交わることのない二人って感じしない映像だと。これはこれで別に普段通りのメイキングっぽいんだけどさ、そっちを映すとさ、それはそれで別世界のメイキングだもん。これはこれであるけど、うん、でもこの映像でヒゲ剃りだなってことはないもん。結婚のメイキング見たことない。結婚のメイキング見たことないから、うん、ちょっと複雑な人生初コンテンツです。いい気持ちで見てもらえるような動画になるといいね。そうですね。いいよ、ずっとここにいなくて。コードギアスのゲームして待ってない。いや、でもあっちで離れて座ってて暇なのよ。迷うね、髪。迷うよ、だってワンカットしか使わないからさ。こっちに行ってまた上げて撮ってみてもいいかなとは。俺は、一応帽子あるけど。かわいい。ピヨピヨ帽子でもいい。かけますか？かけますか？グミ食ってねえで。カメラ目線グミ食べてる。私を撮ってもらってたのに。撮っ
止まったみたい。失礼します。これだけは嫌で、これだけは絶対ない。絶対ダメ。絶対ダメ。絶対。洗剤これなんだけど。あ、いや、うん。てっちゃんの洗剤はこれね。私が嫌なのはこれ。あ、ピンね。人の髪とは思えない触る。ガシャ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 。綺麗。男の人も結構やりますか。いや、やっぱりもう私もずっとカリトナちゃんをしてくれてたんで。じゃあこんな髪触ったことないですよ、このひどい髪を。ええお世辞なし。ワンちゃん触ってる感じの。だいたい犬か絨毯と思います。あんま人っぽくない。イベントで知り合った。あ、来た。早っ。じゃーん。おーほー、いいじゃん。ええやん、ええやん、ええやん。いいっすね、このサイズ感。かわいい。いい感じ。想像以上。うわー、マム太郎とみたい。結構もう少し。あれ、どれが元々あったやつですか。全部作ってくる。これも、これも全部。一からこの方、これから全部です。フルオーダーでございます。フルオーダーね。おかげさまで。これがフルオーダーの力。これは短いんですよ。これは発揮度かな。良い、大満足。ええやん。揚げ、揚げいいんじゃない。揚げなんじゃない。今俺が上がってるわ。間違いなく俺は今上がってるよ。いや、すごいよ。かわいい。これかわいい。かわいい。あ、あの2秒以上打つな、打つなよ。つまり、かわいい言葉にできるいい旦那でございます。かわいい。あら、かわいい。あら、いいじゃない。これでおとなしい人みたい。うん、ぴったり私の内面を映してる。でも素敵じゃない。それはそれで。顔。じゃあちょっとなくさないように預かります。はい、お願いします。いつも私がやってもらってるから。カメラの前だけこのターンだけ。くそ。真逆なのに。今、哲也さんが一人で喋ってて、ようやく慣れてきたって言って、でも隣に来るとダメだって。逆に私はなんか、カメラが回っちゃうとなんか、モードが入るというか、あ、ネギグラみたいな気持ちになっちゃうから、素が出てない気がする。照れてると余計恥ずかしくなるから、峯岸みなみみたいになっちゃう。逆に私は徐々に素が出るといいなと思う。写真を撮りたいって言い出したのは私なんですけど、本当に雑誌みたいな感じじゃないですか、規模的には。そうなると思わず、なんか付き合ってくれる人でよかったなって。男の子はそんなにね、きっと興味ないというか、ね、そこまですんのって思う人もいると思うので、協力的に参加してくれてありがたいなと思いました。意外と私は照れるとクールになるみたいです。すいません。2人がいい顔してるの選ばなきゃいけないですもんね。私はいいのに。照れるとクールになっちゃうタイプね。そうやった。私一人無理かも。一人無理なの？逆に？何喋ってるか分かんない。どうするんですか今後？二人であるんですか動画？なくはないでしょ。カップルチャンネルみたいにならないけどさ。不意に映ることはいろいろあるでしょ。すぐついてくる。いつもそのすぐついてくる。歩くたんびについてくる。ね、で困るんだよね。別に行き着いた先にやることがないからフラフラするんだよね。なんかさ、この子からここにいるとさ、囚われたプリンセスの気持ちになる。すっごいいい風にいける。外の世界も楽しそうね。外に出るの嫌いなくせに。外の世界がとても楽しそうだわ。家でずっと携帯してるのが一番好きや。ねえ、あれは何かしら。そんな興味ないだろ。あの丸と四角の食べ物は何。俺があれなんだろうねって言っても携帯してるの。お父様はあれを食べさせてくれないの。好きだって何でも食うくせに。プリンセスと全部逆だからね、基本的に。宇宙ハーミがいたら記念に。記念に。日中に歯磨くって本当にないですね。磨きます？日中っていうか朝とか。その当然みたいな名付け方やめてくださいよ。じゃじゃん。埋まってますね。
それだけ急に私の夜鍋感夜鍋したやつの感じ。母ちゃん、母ちゃんがチクチクしたやつだから、学芸会思い出す、ね、すごい完璧だね。めっちゃいいよ。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいっすか。褒められた。いや、いいすごい、いや、喜んでる。素晴らしい、素晴らしい、これは素晴らしいです。素晴らしいトータルコーディネート、完璧。これを完璧って言うんだな。俺初めて知ったわ、じゃあ完璧を。え、あったでしょ今までも。これが完璧ってことなんですね。あっちうわ、晴れた、いい天気ですね、すごい。すごい、こちらもすごい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。このカヌレ食べれないんですか。カヌレ食べれる。まだ開けてない、開けてないやつもある。シャケとアルルが申し訳程度にいてくれるこの存在感、かわいい。 いや、いいね、カメラもちゃんと、カメラさ、マイクも置いてくれて。ここ見るだけでなんか誰でしょうって言われたらもうなんとなくわかる。このカップルだなって思う、うん、すごいな。何今のしみじみとしたやつ。え、もう最初もう気をつけみたいなのから撮ろうかな。はい、今の感じが可愛すぎるから。その照れてる感じとかかしこまってる感じが可愛い。明るいから。あ、すごい、あーすごい、もうまさに日本じゃない。暑いよね、そのたくさん来てるから。これは鼻毛出てるうちに入んない。え、うん、見えてるけど。朝切ったじゃん。見えてるけど。オフサイド、すごいね。いや、見えてるだけ。見えてるとか言って、見えてるのが問題なんじゃないの。すごい、もさもさ、兄ちゃんの身長差から、明日からだから、うん、そう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 。本当？カメラ的には大丈夫ですか。入れとこ、風で。違う、そんな風圧で押し込めるようなもんじゃないよ。かわいい。どう？なんかもっと自然なやつ。自然じゃない。思わず笑ってる人。決め顔はある？逆に。決め顔。だって1枚か2枚でいいんだから。あるよ。奇跡的な1枚を。あるよ。だからあれでもみーちゃんは基本的にいい顔しなきゃダメだからね。確かに。ぺっちゃん合わせで。俺が合流するから。待ってるよ、高みで。入籍はいつするの？8月12日。なんでその日になったの？僕の名字が親伊豆なんで、812で。親伊豆。わあ、すごい。自分大好き。あんたも親伊豆なんだ。まだちょっと人ごとかある。どうする？髪の毛変えてみる？ね。ね。はい。ありがとうございます。お待たせしました。すいません、お待たせしました。お願いします。よい、揚げ、揚げ、これ揚げですよ。こっちのがいい、よい、こっちのが好きだね。これ本番だね。ここから本番、ここから本番、笑顔のリハーサルもできたことで。今この髪が推しでした。推しです、私の。あ、もううざい、虫が、虫、あ、本性が出ちゃった。はい、捉えました。かわいい。でっけえダイヤ。これすごかったですか、やっぱ。いや、これすごかったですよ。そう言うなら本当にしてやろうかって挑戦の意味も込めて。でっかいダイヤね。でっかいダイヤね。ちっちゃいダイヤだったら、ちっちゃいダイヤだったかもしれない。確かに、ちっちゃい。いや、ちっちゃい、でもちっちゃいダイヤって言われたら何クソって言われた。結局だね。結局、あ、大きさどうのこうの言われた時点で俺も負けだった。世界で一番その衣装が似合う。てっちゃんなんか、てっちゃんは、はい、タイプ的にもう全員が俺のことかっこいいって思ってる空間で一番輝くタイプなんで、みんなで褒めてあげてください。いや、それ言っちゃダメなやつ、それ裏で言っちゃう。でも本当にかっこいいから大丈夫、今日は。
今日はあ、いいんじゃない、面白い、斜めっぽい方が可愛い、可愛いじゃないですか、可愛い、結構すごい匂いも似合う、オレンジ王子、いいじゃん、可愛い、オレンジ王子、写真も撮ってほしくなっちゃう、確かに、動画のメイキングも含めてるからね、あー、あ、セーフ、あ、シャケが、シャケ、可愛いからって、てっちゃんこういうのやって、横にこういう感じ、さ、私座ってていいの、いい、はい、ありがとうございます。ああ、かわいい。いい。年賀状。かわいい。年賀状笑いすぎじゃない俺。かわいい。ありがとうございます。すごい。鼻を顎にこすぐらい。鼻を顎にこす。鼻を顎に。鼻顎。鼻顎。てっちゃんの鼻をみーちゃんの顎にこす。ああ。どういうのそれ。顎、顎じゃない。おでこだ。すごい難しいな、鼻か鼻かじゃなくて、ありがとうございました。ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。動画も2人で撮るの初めてだし、写真もねこんなの初めてだし緊張したんですけど、はい、いいのはできましたね。できたと思います、うん、もう本当に数ヶ月前から打ち合わせもして、数日前からご飯も抜いて、うん、いろんな人に助けられて、きっとめちゃくちゃいい写真になってるんじゃないかなと思います。何食べますか？お互いの希望をちゃんと言って習慣で食べよう。俺はラーメンがいい。ラーメンだけはやだ中間ラーメンがいいとラーメンだけはないの中間だから、ラーメン以外のものだね。うん、はい、ラーメン以外のものを食べに行きます。やったー、ご飯食べるぞありがとうございました。 あと動画編もあるけどね。あ、そうだね、うん、見てください。ありがとうございました。てっちゃんも頑張りました。頑張りましたね。お疲れ様でした。イエイエイエイ私なんか冒頭ちょっと後悔してる。え、もうちょっとちゃんと挨拶すればよかったな。冒頭をじゃあ撮り直して最後に実はこんなやつでしたっていう。ちょっと俺も撮り直したよ。でもあれ笑って可愛かったですよ。いやちょっと本当にいや撮り直したじゃあそれ撮り直そう、綺麗にして。そうしよう、お互いちょっと後悔が残る。だからみんな今ここ見て、え、どんな失敗したのって多分思ってるかもしれない。全然失敗じゃないんですよね、うん、実はこんな感じなんだと思われる。いつもこんな照れながら話してると思ったら嫌なんだけど、もうちょっと自然体ですよはい、どうも、トカン哲也の個人チャンネルおまんじゅうへようこそ。この動画をね、皆さんおまんじゅうはしょうがないじゃん。決まらないね、おまんじゅう。まだ早い。この動画を見てくれてるということはね、この1個前の動画をね皆さん見てもらったと思うんですけど、私結婚いたしました。ありがとうございます、ありがとうございますまだ6月なんですよ、今の僕は。全然実感も湧いてない段階なんでね、ちょっとマリッジブルーな僕を映してもらえたらなと思いますブルーなのじゃあちょっとすっぴんで失礼します。わー、来た、やば。これはじめまして。はじめまして。おまんじゅうチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、峯岸みなみです。すごい、これすごいねえ、おまんじゅうって何、おま110万人までおまんじゅうになっちゃったんだ。頑張ろう、急いでちょっと全然喋れる気しないわ。今日はすごい、俗に言うウェディングフォトの撮影です。おー、すごい、イエーイ。慣れてらっしゃるウェディングフォトですね、はい、これはあなたのね、はい、やりたかったやつ、ね、そうです。奇抜な2人がせっかく結婚したということで、可愛らしい2人に合ったポップな世界観でお届けしたいと思い、うん、大層なことになりましたね。だいぶで山梨まで移動してきまして、山梨まで移動して、はい、本当にお借りしてね、物もたくさん用意してもらって、うん、たくさんお金が飛びました頑張ろう頑張ろう。ちょっと待って、本当に慣れないな。ちょっと一回なんかさ、近くない、カメラの前。いつもなんか動画でいじられる時もそうだけど、やっぱ俺慣れないみたい。見て、汗書きすぎじゃない？いや、そんな書く？今日一日頑張っていきましょう